警告、この動画にはグロテスクなシーンが含まれています。殺傷、出血シーンなどが苦手な方は速やかに別のページに移動してください。はい、今回は斜線陣の実験をしていきます。モデルはエパミノンダスの斜線陣。レオクトラの戦いにおいてスパルタのファランクスを破った戦術。スパルタといっても、レオニダス王のテルモキュライの戦いから100年くらい後の戦いだ。配置可能な軍勢の数が少ないから騎兵などの細かい配置は省略。陣形の効果を見ることが目的のため、両軍のユニットは同一のものにしてある。北軍はスパルタ側に当たる軍勢。500人の部隊、3つで構成されている。南軍はテーベ、エパミノンダス側の軍勢。ゲームの使用上、細かい動きを指定できないので、戦法をかなり突出させている。先方の部隊は750、残りは250。北軍総数は1500、対して南軍総数は1250。地勢の戦力が優勢ってやばくね。と、思うじゃん。先方部隊の戦力は優勢っていうところがミソよ。うまくいけばこんな感じになるはずなんだが。このゲームでどこまで再現できるかというのも、今回の実験で調べるぞ。ほんじゃ、戦闘開始だ。整然と前進、と、言うにはほど遠いな。ガチなシムとはほど遠い動きだな。その分、柔軟に隊列が変形するという効果があるんだが、包囲網を形成することもあるし、反面、隊列が意味をなさないという。隊列を維持して移動する機能が追加されたら、だいぶ変わるな。それまではユニットの配置などを工夫していくしかなさそうだな。さて、戦況は？南軍左翼戦法が戦闘中、残りの部隊は前進中だな。ちなみにこれ、両軍に攻撃体制を取らせるとただの乱戦になって陣形もクソもなくなります。先方部隊、北軍中央軍にも攻撃開始。後方で油兵になっていた部隊が左右に展開する形になったな。本当は左側に展開して包囲して欲しかったんだけど、しょうがない。いや、少しずつではあるが、左翼にも展開。包囲体制に持ち込んでいっている。間もなく、後続の中央と右翼が戦闘開始。中央軍は一部の戦法と合流して攻撃、右翼は倍の数に単独で挑むことになるな。両軍の後方部隊が油兵になってね。まあ、隊列後方は基本的に交代要員だからな。南軍は油兵が少ない分、瞬間的な攻撃力は同等に持ち込んでいる。防御力の高い槍兵で実験しているから、突破に時間がかかりすぎているのが今回の誤算。左翼の包囲行動が徐々に効果を出してきているな。そうなん。ごちゃごちゃしてるだけでよくわからん。現在の戦力差は、と。戦力差は劣勢のままだが、撃破数は倍近いな。いい調子だな。あとは水位を見守るだけだから倍速で。南軍は陣形を成していない分、両翼に広く展開する形になっている。それがどう転ぶかだな。偏りがなく展開できたら効果もあるんだろうがな。個人プレイのチームワーク状態。左翼の陣形がより包囲陣形に移行しているな。側面からも圧力をかけて、撃破効率も上がっている。中央は左翼の余剰兵力が合流して拮抗状態。右翼は数的劣勢が顕著になってきた頃だな。前方部隊の包囲が完成すると、一気に崩れ出した。もともと、左翼は数でも勝っていたからな。このまま殲滅して、中央軍に合流していけば成功だ。おい、右翼。数えられるレベルまで数が減っているな。残り5人くらいか？もうちょっと後ろから開始させておくべきだったか。右翼部隊全滅。敵の半分の戦力で、敵を半減させたんだから、立派なもんだ。その間に左翼が突破、中央軍を包囲。物量に物を言わせて一気に攻め立ててるな。ここまで来ると、あとは時間の問題だな。北軍中央部隊全滅。北軍残存戦力200、南軍420。すでに戦力数は逆転。降伏か回想していてもおかしくないな。しかし、このゲームでは降伏も逃亡も許されない。鬼、悪魔。俺のせいじゃねえもん。ともかく、戦力が劣勢でも戦術で巻き返せる実例ができたな。本来なら、北軍の後方の幽兵部隊を展開させて、北軍が防衛展開したりといった。いろいろな状況が想定できるのだが、今回の実験は陣形効果の確認だからな。レオクトラの戦いとはだいぶ違う戦況だもんな。ささ再現じゃねえから。ほん。今回は、物量を持って突破する片翼包囲を想定したが、物量ではなく、機動力で迂回しての片翼包囲を作り出すというのもある。第二次大戦でロンメルがガザラでやったやつだな。あれは地理的な制約もあったがな。
それと、今回は全体兵力の劣勢を覆す結果になったわけだが、孫子は数が劣勢なら戦うなって言ってたぞ。だから局所的な優勢を作り出し、かっこ撃破するわけよ。敵に兵力の小出しを強要させるわけか。生情報で思考停止せず、いかに不利を補うか頭を使うことが大事なんだよな。いいセリフだ。感動的だな。だが無意味だ。まあ、このゲームの方向性はそういうもんじゃないからな。ただ、戦力の投入方法とタイミング次第で不利を覆せる戦術的な要素でも、一応、遊べることは分かったな。試行回数と時間がやばいだな。隊列などを気にしない乱戦を楽しむ方がいいわな。イサンドル罠の戦いとかなら、それっぽい絵が撮れそうだ。やってみる？次回な。次回はペンギン戦隊 VS カメだから。あれ続けるのかよ。今はチャンク、ノリスが足止めしている。無敵のあいつか。体力が尽きてもリセットされるから絶対に死なない。ペンギンはペンギンで体力やばいだろ。前回の撮影中に何度か死亡事故あったんだけどな。撮影中に騎馬民族が乱入してきたり、崖から転落して死亡したりな。転落は即死なのか。ペンギンが地平に囲まれるとくちばしが届かなくて済むんだよね。攻撃を封じられて無数の男たちに殴られるペパプ。次回、ガメラ隊で押す。ニャオニャオ。